里崎チャンネルジョブ、こんにちは。 NBA 情報入ってる。はい、西武の森がオリックスに FA 移籍が決定して、はい、オリックスの伏見が日本ハム移籍が決定して、はい、DeNA 峯井が今、はい、ソフトバンクと合意したっていうね、はい、発表が、うん、キャッチャーシャッフルでございます。本当ですね、うん、キャッチャーしか動いてないですね、うん、でももう巷の噂では野球界の、はい、もう森は9月ぐらいにもうオリックスに行くんちゃうかって言われてた、まあ、なんか噂はありましたよね、うん、ってなった時に、はい、もう伏見がそれは出るのは仕方ないね、うん、そうですね。今だって若月選手と伏見選手の、まあ、2本っていう形でしたからね。で今山本が若月を受けてるから、はい、そこは多分変わらないと思うけど、うん、森の出番が早くなってくると、はい、伏見の出番がなくなってくるじゃんね、はい、ってなった時にこれはもうね仕方ないかなっていうね、うん、でもまあいい FA だったなっていう感じで、で森はなんか巷の噂によると、うん、パ・リーグ移籍が大前提みたいな、はい、FA 移籍は。あ、そうなんですか。やっぱこの DH にもやっぱ興味があるらしくて、そうかそうか、本人、うん、セ・リーグに行くと絶対キャッチャーだから、はい、DH ないから、うん、パ・リーグに行くと DH っていうところの選択肢もあるから、だから若月が出た時に森が DH っていう、はい、うん、で森がキャッチャーになった時に誰か DH みたいな感じで、はい、移籍してもパ・リーグって言われてたから、はい、だからもうじゃあオリックス決定だねみたいなね、うん、まあ、DH あった方が森選手にとってやっぱりね、うん、打撃がいい、ね、そうそうそう方ですから、ね、であとやっぱり森が移籍して入ってくるから、うん、吉田のポスティングも容認したんちゃうかって繋がってるとか、ね、ああ強打の選手が、そうそう、まあ、吉田正尚選手の代わりが言わないけれども、でも森がね、うん、入ることによって、まあ、そこの穴埋めは多少なりともできるから、はい、吉田のだから森の FA があるから吉田のポスティングがいけた可能性は十分あるね。そうですね。だから森がもし FA できてなかったり、まだ FA としてなかったら吉田の FA あのポスティングはなかったかもわかんないね。そうですね。うんうんうん、でこれだって吉田もいたらやばかったよ。打線的にはね、うん、でもそうなって、はい、吉田だけ抜けるんだったら来年オリックス大丈夫かなってなるけど、うん、森が入ることによって、うん、さらに厚みますけど、はい、一番の大問題は西武だね、うん、そうですね、3世代続けて、うん、レギュラーキャッチャー FA です、はい、細川、うん、住谷、森、うん、でもね今までとちょっと違うんだよ、はい、流れが。細川の FA は、はい、チームが住谷を使おうと世代交代しだしたのよ、はい、それによって細川は出場機会がもう明らかに減ることは明白やと、うん、でその時にソフトバンクが城島がメジャーに行ってから、うん、なかなかキャッチャーがカチッとならずに、はい、っていうポジション空いてたから出場機会を得るために細川はソフトバンクに移籍したんだよね、うん、FA でね、はい、で住谷の場合も、うん、森をライトとか守らせてたけど、うん、もうキャッチャーで行くってなって、うん、そしたら住谷より森の方が打つから、はい、住谷の圧倒的出場試合数が減るから、うん、だから出場を求めてジャイアンツに増えちゃった、はい、だから細川と住谷っていうのはどっちかっていうと追い出され方なんだよね、うん、そうですね、里崎の FA 型でいうとね、はい、でも今回の森は追い出され方じゃないのよ、はい、次まだそれは古賀とかね、うん、いるけども次とか別に追い出されるぐらいの立ち位置には来てないわけ、はい、のにも前者の2人とは違う出て行き方だね、うん、じゃあこれは何型なんですかっていう。そうですね、どうですか、うん、小松さん、まあ、当てはまるのは、うん、佐藤さんの方で言うと、まあ、2つじゃないですか。なんですか。優勝したい型。でも西武で優勝してるから、ね、そうなんですよね、うん、連覇してるからね、まあにクライマックスでね、うん、負けちゃったけども、はい、でもリーグ優勝はしてるからね。リーグ優勝はしてますね、それ前にね、うん、で経験してると、うん、でもまあまあもっと連続して優勝したい方かお金型、うんうん、じゃないですか。西武だけね、うん、もう一つの方があるんだよ。あ、待って待って、もう一個、うん、あれ森選手って地元大阪でしたっけ。そうかもわかんないね。大阪桐蔭、遠い、まあ、のここも大阪桐蔭だから馴染んだ地に変える型、うんうん、3パターン考えられますね。お、新しい形あるの。新しい形あります。西武だけね。西武だけ、うん、西武だけに俺が考える、はい、出て行った選手たちの幸せな情報、羨ましい方です。ああ、やっぱライオンズは、はい、どの会社でもそうだけども、はい、前ね、なぜ今の選手たちは FA 宣言しないのかというと、はい、したら裏切り者になるとかね、うん、いろんなことを言ったけども、うん、はい、西武っていうのは、うん、唯一、うん、FA でじゃんじゃん人が出てるんだよ。そうです、ね、今までね、うん、だから涌井とかもそうだし、はい、岸もそうだし、うん、でメジャーでいうと菊池雄星、秋山、はい、浅村、細川、牧田投手も行って、で住谷、森、はい、浅村選手も、うん、っていうところでね、はい、
外に出ていく選手が多いじゃんね、うん、ってなった時に、うん、そのやつらからの、うん、いいよっていう情報が回るんだよ。そうか。で、うん、FA することが多すぎて、はい、どうなんやろうっていう思いもないのよ、環境的に、うん、みんながボンボン FA するんだ、しやすい環境なんだよ、うんうん、みんながしてるから、はい、だから FA しますって言いやすいよね、うんうん、そうですね、うん、周りに誰もいなかったらなんか自分が最初になるのはなとかありますけど、まあ先輩たちがどん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 じゃんじゃんしてるから、うん、やっぱその FA しやすい方っていうのがあって、うん、はい、そういう環境にあるのが成果なんだよね。そうですね、うん、だからそういったところでもしやすさっていうのはあったかもわかんないけども、うん、はい、まあ、オリックスっていうね、うん、そうですね、うん、同じパリーグの中での FA という形で、うんうん、でそれによって伏見がね、はい、まあ、地元が北海道だから、うん、まあ、ハムがねキャッチャーもドラフト取ってないしね、はい、であのカチッとしたねレギュラーキャッチャー、まあ、今年宇佐美が頑張ったけどもまだカチッとはまるとこもないし、うん、っていうところでは宇佐美としたら出場機会を求めるのにはもう日本はもういい環境だね。ですね、うん、あ、伏見ね、はい、あの地元だしね、うん、これはもう仕方ないよ。だって森来るのに FA しませんだってもう逆にバカかって話だから、ね、だから本人にとってはすごく、うん、あのいいというか、うん、まあ、出場機会を求めていくんだったらぴったりの場所に行けたっていうことですよね。しかも絶対しなきゃダメな FA だった、うん、伏見は、はい、あのままオリックスにいたら俺も言ってるよ、うん、いやバカなのかって言ってコンバートするのかって言って、うん、自ら出場機会減るぞっていう、ね、だって3人重なっちゃいますもんね。そうそうそう、うん、ってなってきたら山本が若月受けたら、はい、で打つのが森ってなると、うん、伏見が3番手になることは間違いないからね、うんうん、そういった意味ではもうこの伏見の FA はね、うん、これはもうそれは森がこう来たらそうなっていく、うんうん、でも最大の FA はね、はい、もう見ねえよ、はい、ね、ソフトバンクに、うん、だからね、だから多分本人はレギュラー取れると思って言ってるだろうからね、はい、っていうのがあるけど、なんか客観的に見たら絶対 DeNA にいた方が出場機会多いのになって俺は思っちゃうんだけども、うん、まあ、でも、ね、下位からレギュラー取ったら、はい、そうなるからね、うん、だから本人はそのつもりでいくんだろうけど、うん、そのなんか契約条項的には、はい、ソフトバンクも DeNA も同じらしいんだよ、 DeNA も同じだったらしくて、はい、だからあの4年総額、情報で言うと4年総額3億円、はい、っていうことは平均的に割ると1年で7500万、うん、で総額っていうことは出来高もついてるから、はい、俺の想像上でいくと年俸5000万プラス出来高2500万なのかなって、はい、もしくは年俸6000万プラス出来高1500万、はい、で今ミネイが30、うん、30何歳やったかな、今今年1の年じゃないですか、だから来年が32だよね、来年2だと思います、ってなった時によ、はい、それでいいんかなって思っちゃう。今年が2500万ぐらいだったんだよね、はい、でそれでまあ倍か、まあ、多分5000か6000だと思うの、うん、で、うん、ってなったらよ、はい、複数年のメリットっていうのは、うん、怪我したり調子悪くても年俸が下がらないし、うん、その契約期間はクビにならないっていうメリットがあるけど、はい、デメリットとしてはどんなに頑張っても給料上がらないんだよ、はい、ってなった時にレギュラー取りで自信あるってなったら、うん、複数年じゃない方がいいよね。しかもソフトバンクお金あるんだからさ、はい、頑張ったらバン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 お天井で上がるのに総額1年7500万しかもらえない、うん、はい、まあ、そうか、もし甲斐選手をしのいでレギュラー獲得したら1億円も全然夢じゃないと、2億円でも夢じゃないよね、うん、はい、でも補欠になった時に出場機会がなくても給料下がることないから、うんうん、ポジティブ契約には俺は思えないんだよ。あ、しかも DeNA と契約の内容一緒だったわけですよね、ほぼ一緒だったっていう情報もあるんだよ。まあ、憶測までは分かんないけどね、 DeNA もそれぐらいのやつは出したっていう情報もあるんだけども、はい、俺はね客観的にいやレギュラーになれる DeNA の方がいいじゃんって思うけども、うん、いやソフトバンクでレギュラーになれるしそれで日本一になるんやっていうもし思いがあるんだってすれば、うん、その契約はメリットがなさすぎるっていう。そうですね、うん、もしくはね、うん、変動性の可能性もあるよ、はい、変動性だったらいいけどね、うん、今はもう情報ネットのニュースとかの情報ではあの4年総額3億円って書いてたんで、はい、うん、それが変動性なのか固定性なのか、うん、変動性っていうのは変動性だったら複数年の意味ないからね、うん、ただその年数はクビにならないっていうだけで、うん、活躍しなかったら落ちていくし、はい、っていうそれ何の複数年なんだろうなって思うけども、そしたら、まあ、こう安牌にお給料はもらい続けてレギュラーを取ろうで複数年が切れた時にレギュラーだって言ってガーンってアップさせて、いやでもそれだったらだって今年もしじゃあ6000万で来年やって、はい、来年レギュラーになったらもう1億超えるわけよ ね、 本当そうですね、ソフトバンクでレギュラーになって日本一になったら、うんうん、でまた結果としたらだって1号とか2とか行くんだけど、はい、多分今の契約で4年後だってレギュラーになったって言ったらもう36の年になるわけでしょ、うん、そうですね、の時に一気に2億円ってなんないと思うんだよ。私同じ契約だったら確かに DeNA にい
た方が出場機会もありそうな感じは、うんうん、だからやっぱり、ね、あの複数年のやっぱメリットを得るためには、うん、もうちょっと高額の 1億5000万ぐらい最低でも、はい、ぐらい で、うん、であとはもしくは34、5ぐらいになったら、うん、もうそれほど伸びうん、もうそこまでもないし怪我もあるからっていう、まあ、ベテランになっていくちょっとね保身の保身、うんうん、の複数年っていうのもありかも分かんないけども、はい、ちょっとね峰井のこの今の状況を考えると、はい、もし変動性だったら俺は全然いいと思うんだけど、はい、固定性の複数年だったらいやちょっと弱気すぎるんちゃうかっていう、そのもしレギュラー取りで行ってんだったら、ね、はい、でもレギュラー取りで行ってないんだったらどういう理由があるんですか。やっぱり優勝したい方。ああ、優勝したい方か、うん、そうですね。だってお金は一緒、ほぼ一緒なわけですもんね、うんうん、優勝したい方か、うん、でもみんなね、俺が前その時、はい、ミネの時に言った時に、うん、そんなもんお前金くれた方がいいやないかっていう人いるんだけど、はい、まあ、これはまあ2つの考えがあるから、うん、まあ、どっちが正しいとか間違ってる言いづらいんだけど、はい、じゃあ大げさに言うとね、はい、極論よ、うん、今給料少なくても試合に出る方がいいのか、はい、試合に出れないけど給料高い方がいいのか、うん、どっちがいいですかの問題なの、はい、で俺はプロ野球選手としては給料安くても試合に出れる方がいいじゃんと思うんだよ、うんうん、毎日楽しいから、はい、試合に出れば給料上がるじゃん、うん、試合出なくても給料高ければいいじゃんって多分つまんないよ毎日、うん、そうですね、そのために頑張ってんのに、うん、でもそれが仕事ですから、出ることが仕事ですからね。そうそうそう、給料高くても試合出なくてずっとベンチでたまにしか出ないだとつまんないよっていう、はい、それだったら毎日やって給料安くてもで頑張って上がるじゃんね、うん、っていう方が面白いんちゃうかって俺は、うん、俺はの考えは思うんだけどね、まあ、人にはそれぞれね、うん、あれがあるけども、はい、だからちょっとなんかね、森とかだってえぐいじゃん。4年18億円でしょ、はい、総額が、はい、っていうことは 4億の出来高5000万だね。そのぐらいですね、うんうん、じゃあ、はい、それはもういいね、はい、だってもう6億7億って年俸がなっていくことってなかなか難しいから、はい、球団としてももうそこ落としどころだし、私もともとの年俸よりだいぶ上がってますからね、上がってるからね、うん、だからそういった面ではいいじゃんね、はい、うん、でじゃあ伏見3年3億規模と見られる好条件を提示って書いてますね、うん、でそしたらまあ1億円じゃんね。そうですね、うんうん、だからまあやっぱり低いと思うんだよね。そうですね、しかも4年長いじゃん、はい、年変動性じゃなかったら7500万止まりでしょ、まあ、上にはいかないってことですね、うんうん、まあ、下がりもしないけどね、はい、だからそれだったらもう単発で勝負でもだから変動性にしといてもらった方が良かったんちゃうかと思うけどね。あ、まあ、そもし分かんないけどね、うんうん、そういった面ではね、はい、うん、と思うけどね、うん、まあでも本人たちが選んだ結果だからね。まあそうですね、うん、もう本人たちはすごい吟味したでしょうから。そうそうそう、ほんでもしね、ソフトバンク行って、うん、で東山とかでね、うん、アジア大でバッテリー組んでたわけだからね、はい、そこで回を追い抜いてね、はい、っていうところはあるし、うん、まあ、チームとしたらね、はい、やっぱソフトバンクの時の何かの動画でも言ったけども、うん、海以外のキャッチャーは誰も信用されてないっていうね、はい、というところでもし海がいなくなったらね、うん、困るからっていうバックアップメンバーとしての役割として取ったのかも分かんないけども、はい、チームとしてはね、うん、かなりチームとしたらいい補強だね、うん、ソフトバンクにしたらね、そしてはね、まあ、峰井選手もだから一軍には大体絶対いるだろうなっていうね。そうそうそう、だって長あるキャッチャーのトレードで取ろうとしてたからね、ソフトバンクは。でもそれはある条件のもと取ろうとしてたけども、うん、まあ、期日が来ちゃって、うん、それは確定されなかったけど、はい、その話聞きたいやろ、誰か、はい、それは佐々木ライブへ来てください。電波じゃ言えないです、はい、っていう話もあるぐらい、はい、やっぱそのもう一人キャッチャーを欲しかったっていうと、ソフトバンクはチーム事情が、うん、なんとしてももう一人欲しい、うん、あるから、うん、その峰井を取れたってことは、うん、チームとしたらめっちゃいいね、はい、いい形だね、うん、あと個人としては峰井が来年どこまで頑張れるかっていうところと、甲斐にとってもこれはね、いいトレードだと思う、FA だと思うんだよ、はい、やっぱそのね、チーム内ライバルがいた方が、うん、頑張り度が一気に上がるからね、うん、やっぱちょっとぼやけるのよ。いや外で戦うんだから外のキャッチャー戦えればいいじゃんと思うけども、うん、ちょっとぼやけるのよ、はい、チーム内にいた方が、うん、やっぱ分かりやすいっていう構図になるから、はい、その甲斐にとってもいいしね、うん、で日本は宇佐美にとってもいいね、はい、伏見が来るとかね、ライバルができるっていう、そうそうそう、うん、そういったところではチームのキャッチャーの総力を上げるためにもこの FA の伏見峰井は良かったし、はい、もう森はね、もう DH とキャッチャー両方いくからね、まあ、DH にいれば若槻選手はね、キャッチャーとも出られるし、そうそうそう、だから打線のね、うん、厚みっていうところがね、はい、オリックスはまた来年も楽しみやなっていうところがね、うん、そうですね、はい、はい、ということで、はい、今ほっかほかのニュースが入ってきましたけど、うん、はい、近藤選手が日本ハムなんか西武に移籍、うん、はい、濃厚情報っていう、
そうですね、はい、あのもう今週末には正式発表されるんだろうということで、はい、すごいですね、西武ってちょっと意外でした。え、しかも、うん、はい、ね、6年総額24億円規模、はい、だから、まあ、1年4億円、うん、だから3億5000プラス5000万出来高ぐらいかな、はい、っていう、だからもう森の条件もう6年総額24億円だったから、はい、森に使うお金をそのまま近藤に当てただけだから、うん、チームとしたらいたずゼロだね。そうですね、うん、でいい補強ですね、外野いないからね、うん、そこがぴったり埋まるというか、うんうん、はい、西武としたでも西武なんだね。だってソフトバンク、オリックス、西武、ロッテがあの獲得に名乗り出てたんだよね、はい、ってなった時に、うん、なんと、はい、西武、幼少期から西武ファンだったらしいんですよ、近藤選手って言うよ、みんなジャイアンツファンでしたとかってジャイアンツ移籍するやつ言うやん。え、でも全然そうじゃないのに言います？そうじゃなかったら、いや、それは言うんちゃう、やっぱりファンの人に、ファンの人に喜んでくれるよ。俺だからあの移籍する人のこの球団のファンでしたっていうのは、はい、もう信用してんのよ。でも違ったらあえて言わないじゃないですか。でもあえて言う方がファンの人喜ぶやん。で、移籍した理由も、いや、ファンだったんで行きましたって言うと、はい、いや、お金とかのためじゃないし、はい、フルスが嫌いだったわけでもないですよっていう、はい、ちょっとポジティブなイメージなんで。まあまあ、そうですね、うん、そんなことで嘘つくかなと思いますけどね。で、間違って でも聞いたことある、今まで柳田とかよ、はい、今、子供の時からカープファンでしたって今でも言ってるけど、はい、聞いたことないよ。もちろん、だって幼少期から西武ファンの人もいますよ。だってそしたらロッテがかわいそうじゃん、地元なのにっていう。ロッテ順に入って地元なのに子供の時からロッテファンじゃないって、はい、もうロッテに対しては地獄のコメントよ、それ。そうですね。で、ロッテも地元を近藤だから取りに行きますって言って、はい、手を挙げて行ってて、うん、千葉に住んでてロッテジュニアなのに、はい、幼少期から西武ファンでしたって、はい、もう信用できる？ロッテ関係者からしたら。そうですねの方ですもんね。で、ロッテジュニア入ってよ、はい、まあ、入ったからって別にロッテファンなわけじゃないかもわかんないけどロッテジュニアにいながらも、うん、ロッテの選手のことを見向きもせず、はい、西武ファンだったんでしょ、ずっと。みたいでしょ、うん、それなのに、はい、ロッテジュニアに向いて千葉だからって言って、はい、ロッテに縁があるから来てくれるはずって手を挙げたロッテがかわいそうやねん。まあ、それはもう交渉ですからね。いや、でも好きだから選んだってやったら、はい、もう最初からもう太刀打ちないやん。そうですね、もう勘違いやろうじゃん、そしたら。そうですね松井やっぱ監督が直接交渉に臨んで、うん、少年時代から西武ファンだった近藤は指揮官とのサプライズの対面に感激の様子だったと、うん、まあどうなのか俺は知らないけども、はい、でもまあ結果としてね、うん、西武っていう、はい、だから俺言ってたやつずっと、うん、近藤だけ一人優勝したいって言ってたっていうね、はい、そのチームとの意識のギャップが、うん、やっぱり俺は多少なりともこの FA 移籍にはあったんちゃうかって俺は思うけどね、はい、まあ、まだね、本確定じゃないけどね、うん、そうですね、はあ、でもまあ確定する見込みらしいんで、ね、うんうん、それとどころだとちょっと日本ハム危うしだね、格もいなくなってね。そうですね、まあ、今後どういうチーム作りしていくのかね、うん、まあ、外国人補強もそうだけど、まあ、トレードで動いてるのもあるけどもね、はい、まあ、注目だけども、でも新庄監督は今年はもう優勝を目指すって言ってるんですもんね。来年ね、来年か、はい、うん、そうだね、うん、まあ、でも近藤が出ていかれたのは日本ハムからしたら痛いね。痛いですね。でも西武からするとね、うん、これで、まあ、ちょっと森選手の穴はというか埋まるね、うん、そういった意味では楽しみだね、はい、っていう情報が入ってきました、はい、お伝えしました。ほっかほかです、はい。